ナイス DTM ボーカル&キーボーリストのキックンです。今回はエキサイトオーディオからリリースされているライフラインコンソールというチャンネルストリップ型のエフェクター紹介していきたいと思います。もしこの動画が良いと思ったら高評価ボタンワンクリックご支援いただけたら嬉しいです。そう、このプラグインのすごいところというのはですね、見ての通り直感的に音の下処理というのをとても簡単に行うことができるというところなんですよ。で、さらにはですよ、これチャンネルストリップ型なので、もう複数のプラグインがですね、このように同時に、使えるようになっているだけでなく、味付けも微調整が非常に、やりやすくなってるんですね。何せ一つ一つのプラグインが非常にシンプルな操作で最適なアルゴリズムで適用されるっていうのは非常に大きいです。じゃあこれをどこで使うのかといったところがね、悩ましいと思うんですけれども、おすすめなのはマスタートラックだったりとか、ドラムバスなどの、複数の楽器を混ぜた一つのね、バストラックにかけたりすると非常に効果的です。これなぜかというと、グルー効果といってですね、ちょっとばらけた音の印象をちょっとこう接着剤で固めたようなまとまり感のある音にですね、こう仕上げてくれるような、エフェクトたちが揃っているので、そういう雰囲気になるというところなんですね。じゃあ一つ一つね、音を聞きながら、使い方なども説明していきたいと思います。ではまずですね、こちら左からいきましょうか。プリアンプね、ここプリって書いてありますね。これドライブっていうのを上げていくと、ちょっと音が歪んでるの分かりますか？これは歪み、いわゆるもうサチュレーション効果ですね、っていうのを与えることができる。ここでプッシュとかで、その表情をね、ドライブの表情を変えることができる。あとこれ全部ですね、これ5つ分プラグインがあるんですけれども、こう共通して言えるのが、このブライトとか書いてありますよね。こういうところ。これに関しては、ウォームとかキャラクターをここで選択することができます。そして、例えば今回プリアンプは使いたくないという時に関しては、ここをクリックするとオフにすることもできちゃうんです。で、さらに、これプリアンプのかける前にまずコンプレッサーをかけたいっていう場合に関しては、ここ実はドラッグすると自由に移動することができちゃうんですよね。ほら、逆にもできると。左から右にかけていくイメージですね、っていうのがこの、基本的な使い方なんですけれども、じゃあ次に EQ 行きましょうか。これ EQ も非常にシンプル。実はこのライフラインコンソール、今回紹介しているものはフリーバージョン、ライトバージョンなんですけれども、ライトバージョンじゃなくてフルバージョンをお持ちの方はですね、よりこのパラメーター一つ一つを、よりコンプレッサーはコンプレッサーで、より細かいパラメーター調節できますよっていう機能が、ついてます。ほら、上げていくとこのようにね、ハイが上がる、ローが上がる、下げるっていうのもできるんですけれども、ここでほら形を選ぶことができるわけですね。シェルフィングタイプとハイカット、ローカットタイプなど、というふうにしてね、簡単に自分の好きなイメージを作り上げることができる。そしてコンプレッサーも、これもやっていきましょうか。コンプレッサーも非常に分かりやすいですよね。再生しているとこの波形が曲のこの音なんですけど、下げていくとですね、スレッショルドがほら、ここから上を圧縮しますよっていうことになるんですよ。このハードルよりも上の音を圧縮する、対象にするっていう意味なんですね。コンプレッサーのことがよくわからないという方は、コンプレッサー専用の動画がありますので、合わせてご覧ください。で、思い切り下げていくと、もう圧縮しすぎちゃって大変なことになっちゃいます。で、ちなみにここ、メイクアップっていうのが、圧縮したことによって、下がってしまった音量を持ち上げる、機能なんですけれども、このよく見ると A ボタンってついてますよね。これ何かというと、A ボタンを押すと自動的に圧縮された分を分析してくれます。ちょっと再生してみますね。再生しながら A ボタンを押します。そうすると、自動で読み取って、そう、ほら、勝手にいい感じにですね、1.5dB 分持ち上げてくれたと。つまり、圧縮によって下がってしまった分を計算して自動的にメイクアップを上げてくれたっていうことですね。で、ミックスは、これ0にすると、原音のまま、そして上げていくとコンプレッサーの成分はマックスになると、中間にすればコンプがかかった音と、ドライの音、美味しいとこ取りで混ぜることができるということなんですね。で、モジュレーション、これが面白いんですよね。これがですね、上げていくと、わかりますか、これが
要するに言うとローファイな感じ、レコードを通した音のような感じですね。上見るとテープってなってますけれども、ここにバイナルとか、まあ、レコードっぽい感じとかカセットの感じとかっていうアルゴリズムを選ぶことができるようになってます。そうするとほら、レコードがちょっと歪んだようなスピードも、でミックスもあるので、わざとここでマックスにしといて、この歪んだ感じをちょっと混ぜたりするのも、ちょっと、レトロな雰囲気出ますよね。そしてこのウォームですね、ウェアってなってますけれども、ウォーム感を足す部分、これもノイズとかですよね。上げるとサーっていうノイズの音とか、あとこっちも上げるとですね、チリチリ、これね、ローファイの、チルアウトサウンドなどにはこれ欲しいですよね。このチリチリなるアナログ感のあるこのノイズ音っていうのは。そしてエイジ、これはもう老朽化、どれぐらい老朽化したかっていう雰囲気をつける。これもないとクリーンだけど、上げていくと中域がちょっと太くなったような音になりましたね。これ面白いですよね。こういう風にしてですね、ちょっと音をわざと、汚していくっていう作業、ほらこんな音にもなるんですよ。もうこれ温かみあっていいですよね、ローファイ的なサウンドを作りたい場合って。でそして、この右の方ですね、ドライ、クリーン、ヴィンテージ、これはキャラクター選択ですね。クリーン、ヴィンテージ、ドライ、まあドライは比較的ナチュラルですけど、まあ、ヴィンテージにすると趣のある雰囲気出ますね。そしてウォーム感を上げる。そしてシャイン、これ明るさが変わりますね、ちょっと。という風にキャラ付けはここでできると。でバイパスも一発で一応できるんですね、ここでバイパスボタン。であとはここですよね、インプット、どれくらいこの音をこのエフェクターに突っ込むかといったところと、アウトプットの音量、どれぐらいの音量にするかといったところでございます。そして最後にですね、これ見逃せないポイントなんですけれども、なかなかねこれ入門の方だと、理屈はわかるけれども調整するのが難しい、どういう風にすればいいかわからないっていうねこともある方のためにですね、なんとプリセットがたくさん用意されてます。ほら、例えばね、こうドラム用とかあったりするので、こういうねアルゴリズムを、もう最初はもう本当ドラムにかけたいときはドラムのプリセットから選んじゃえとか、そんな感覚でいいと思います。あとマスターリールとかね、マスター用っていうのもありますねっていう風に、決まります。そして、このパラメータを見て、あ、なるほど、こういう意図があってかけられてるんだっていうのを分析することもできるんですね。例えばマスターリールの場合だと、今まず音を汚しましたと、この一番左で、で汚した上でこのプリアンプで歪み感を追加した、そして EQ で味付けをして、最後にコンプレッサーでまとめ上げることによって、この最後こうギュッと、このまとまり感のある感じをね強調するみたいな、使われ方がしてるんだなっていうことがわかりますよね。そうなのでプリセットもね、なぜこのようなセッティングにされているのかというのも、あの分析しながら見るっていうのは非常に面白いのかなと思います、ね、例えばベースだとこんな感じとかね、プリアンプと EQ とコンプしか使ってないんだっていう感じで、っていうことですね。ぜひねこれを参考にしていただいて、もし持ってるぞ、もしね無料のキャンペーンで、最近あのキャンペーンがあったりしたので手に入れたぞという方は、ぜひこの使いこなしをやってみてください。もしこの動画が良いと思ったら高評価をワンクリックご支援いただけたら嬉しいです。メンバーシップもありますので気になる方はぜひチェックしてみてください。今回もありがとうございました。ナイスDTMキックンでした。